メルカリが成功した理由かまあヤフオクとかのそのヤフオクの悪いところを全部直してスマホに最適化したんじゃないですかうん。でヤフオクはオークション形式なんです,すぐ売れないみたいなそれをフリマアプリっていうすることでもう全部即決価格っていう風にしてそのすぐ処分したいっていう買い主側のあじゃあ売り主側のその需要っていうのを満たしてであとその。 名前を知られたくないそういう匿名だとかそういう需要とか、まあ、あるいはその匿名で配送したいとかっていう需要とかあ,あるいは、えー、商品の不払いが起こったらどうするのかそういうようなリスクとかを全部回避してでスマホアプリっていうのを、えー、作ったというのが一番適してたんじゃないですか。まあ、あととははそその、の初期はね結結構構。だかからグレーな商品もも出てて、うういうのでも結構 ユーザーザの流入があったと思うしなあ、まあ、悪い人たちが集まってきてで普通の人たちも集まってきて市場が活発になって、まあ、闇市みたいなことだよね。うん、でだんだんと適正化されていくというかあ合法化されていく、まあ、そういうような要因だと思いますけどねやっぱりその UI というかあのユーザーインターフェースが非常にいいように使いやすいですよね。メルカリ私ももも使っってるもんね、うん、ヤフオクよりも簡単、ねうん、そういういちょっとな 今ま今流行っているものを直すとかっていうのね、えー、すごい大成功するっていうこともあるってことですよね。こんな感じですかね。ヤフーが登録画面でメルカリ楽そうですよね。ヤフーこのものはありますね。あそうかもしれない確かに。